このお話は怪談と言っていいのかな。ちょいとこれはね、怪談ではないのかもしれない。でもね、こういう話私いいなぁと思うんですよ。ほんの少しだけね、お付き合いくださいな。寒い朝だった。僕は暖かい布団の中で夢と現実ともつかないまどろみの中にいた。もう起きて会社に行かなきゃならない時間だが、もう少しこの暖かい布団に包まれていたい。ヒロシ、起きなさい。母の声が僕を夢の世界から現実へと引き戻した。もう少しだけ。何言ってるの？もう起きないと会社に遅れるわよ。最初は優しい母の声。だがこのままいつまでもぐずっていると甲高い叱責へと変貌するのだ。ヒロシ、母さんもう行くよ。ちゃんと一人で起きて会社に行きなさい。母ももうパートに行く時間なんだろうか。そう考えた途端、僕は反射的に大きな声で叫んでいた。待ってよ母さん、もう少しここにいてよ。叫んだ自分の声で目が覚めた僕は、なんだかとても大きなものを失ったような気持ちで、とても悲しくて涙をボロボロとこぼしていた。母が亡くなってもう随分と経つというのに、こんな夢を見たのは久しぶりだ。そういえば昨日は母の命日だった。母さん来てくれていたのかな。誰もいない一人暮らしの僕の部屋。今朝はなんだかわずかに母の香りがしたような気がした。懐かしい母の声で目覚めた朝、なぜか悲しい気持ちになった。久しぶりに夢で聞いた母の声、嬉しいはずなのになぜか悲しい。心に残る喪失感。これは大切な人を失ったことへの悲しみのせいなのか、それとも、もっと母に優しくしておけばよかった。もっと感謝の気持ちを伝えておけばよかった。もっと親孝行しておけばよかった。そんな誰もが持っている後悔の念から来るものなのか。親孝行したい時には親はなし。ほんとそんなもんなんですよね。あなたはいかがですか？当たり前だと思っていたもの、それはとてもありがたいもの。生きている時には気づかなかった。気づいていたけどうまく気持ちを表せなかった。いろいろあると思いますがね。できるうちにしといた方がいいと思いますよ、親孝行はね。そう思うんですよ、私は。